ここがメガラニカ。あ、ネオジオン軍。まあいつものように気楽に行こうぜ、ガイ。頼りにさせてもらうぞ、ロウ。袖付き以前のネオジオン。正面にブレイク反応。まずは行ってみよう。オタクってやつはこの世界を何だと思っているんだ。カミーユ君、あの後大丈夫だったの？ああ、あなたですか。覚えてますよ。さらにブレイクイン。これは何グだっけ。ディゲルグ、第一次ネオジオン戦争期のディゲルグ型だね。パマーンカーンの時代よね。ゲルググって息が長いのね。ゲルググの系譜は奥が深い。勉強しようとしたら一苦労だぞ。テリア、デアーク、テリア、バカな。2300年代からのブレイクインだよ。独立治安維持部隊アローズのモビルスーツ、アヘッドか。ダプラスの箱に呼び寄せられてるの？ダプラスの箱？何です？宇宙世紀の呪い。知る必要ないよ、カミーユ君。そこ、面白くねえ。ガンダムがこう言ってんだよ。あ、ガンダムファイターの。じゃないよ、ユネさん。アリーアルスターシェス、アルケーガンダムも健在か。さあ、もっと楽しませてくれよ。戦場ではしゃぐな、お調子者が。戦場にガキ？俺が育てたガキじゃなさそうだ。育てた？誰のこと？目標を捉えた。ダブルオーライザー、戦闘を開始する。本物のソレスタルビーイング来た。あれはスーパーガンダム。あれは可変型のガンダムだ。ガンダムマイスター、刹那 F ・セイエイ君、支援するので戦闘を続行してください。了解。ダブルオー、目標を駆逐する。面白いぞ、ソレスタルなんたら。貴様の歪み、俺が断ち切る。二人はどういう関係なの？刹那君は中東の紛争地帯、クルジス共和国の少年兵だった。彼を訓練したのがアリーアル・サーシェス。自分も手駒となるゲリラ兵を作ったのだ。ガンダム、これはとんでもねえ兵器だ。戦争の死骸がある。まだまだ戦いたいね。もっと俺を楽しませろ。遊ぶな。貴様、人がいっぱい死んでいくのを感じないのか。なんだと。二度とじゃ消えていく命よ。命の力だって、空を支える力だって。なんだこの気持ち悪い感じは。ただこの俺が動けってんだよ、ガンダム。アリーアルサーシェス。セツラ君、決着は他のマイスターがつけてくれる。今は焦らないで。ブレイク現象を修復して、あなたも必ず西暦の時代に送ります。了解、ロックオン。あとは頼んだ。
ギュッ今だ。今度はグリプスザクティターンズの登場ね。ザフトのモビルスーツみたいな言い方。地球連邦軍のハイザックにマラサイか。ここで何を企んでいる。ティターンズのやり方は許しちゃいけないんです。カミーユ君に紐づいてグリプス戦役からの干渉が強いのかも。動きだ。射程ビーム砲オルトロスに気をつけ、引きずり下ろすんだ。そこか。バカだ。損傷箇所が食らえ。そこ。見てろよクリス、俺だってやれるんだ。あれは神指だ。アマンカーン、お前と私は互いに引き合うものがあるようだ。相手が誰だろうと、この役と動画に乗った俺だ。ギュネイガス10人、ネオジオンの強化人間。間違いない、あれはガンダムだ。あれをやりゃ大佐だろうが総帥だろうが。総帥ってシャア大佐。第1次第2次ネオジオン戦争が交代してる。悪いが値させてもらう。愚かなる人間たちに思い知らせる時が来たのだ。今や地球圏は我々ネオジオンのものだと。ハマンカーン、貴様は戦いの源を生むだけだ。子供のセリフは聞けないな。人の思いというものは来やすいぞ少年。私を迷わせようとするとは生意気な。世界の都合というものを洞察できない男は排除すべきだ。人は分かり合えるはずだ。人類がそれほど賢い存在だと思っているのか。愚劣な。それは違うぞ。違う。小賢しいな。俗物が私に。そのエゴが世界を歪ませる。神指だ、この世界を変えたいと願うか。そのために戦う覚悟がある。そんなものしてなきゃ戦えないでしょう。どれほどの覚悟があって戦うのか見せてもらおう。いいだろう。俺たちは変わる。変わらなければ未来とは向き合えない。この確信、イノベーター、消えた。くそ、こんなんじゃ俺はいつまで経っても大佐を超えられやしない。よし、ヤクト動画のブレイクアウトを確認した。損傷箇所が。
くぞ。なんというパワーだ。もし戦うのに理由がいるのならこの怒りこそがそうなんだ。人の夢、人の意志、力となっていくのか。これがニュータイプ。しかし人は生きる限り一人だよ。人類そのものもそうだ。人類全てがニュータイプになれる。吐き出すものなどない。やった、キュベレイをハマー様をブレイクアウトさせられた。世界の歪みは正されつつある。怒りに飲まれるな。使いこなせ神呼び団。感謝します、ガンダムマイスター。これで西暦の時代のガンダムたちはブレイクアウトできたね。でもカミーユ君はブレイクアウトしない。まだ彼に関わるデータが。メガラニカにいるのはそれ付きの大将フルフロンタル大佐のネオジオングのはずだけど、いない可能性が高いね。そもそもユニコーンガンダムが見当たらん。当然獅子も戻ってきていない。他にもガンダムが。でもこの感じなんだ。どうやら私がやるしかなさそうだ。ジオン出るぞ。フロンタル大佐でもシャア総帥でもなく、シャア大佐。一年戦争の確かジオン。パイロットはガンダムの新型か。この機体がアンマではないのか。クワトル隊員。いや違うな、シャアを名乗っている。あなたは僕の知っている隊員じゃない。何者なんですか。私を誰だと思っているのだ。カミユ君、彼は4番目の名前を。待てサクラ、これ以上の追求はタイムパラドックスを起こしかねる。無事素性を明かしたくないのはお互い様のようだ。いろいろとありまして、隊員じゃなくて。勇敢だな。軍人ともゲリラとも思えぬ。あなたは、あなたは何やってるんです、こんなところで。戦争とはこういうものだ、理解した。戦士がここにいるはずなのは確か。そう、ドイツロンタル大佐の拠点攻略用巨大モビル。やはり未完成の機体か。皮肉なことにジオングの完成型は連邦が作りた。認めたくないものだな。自分自身の若さゆえの過ちというもの。本来フルフロンタル大佐が待ち受ける場所に若き日のシャアーズナブル先行。今回のブレイク現象だが、やはり神指団との紐づきが強い。シャア先輩は後のクワトロ。ニュータイプは戦争の生み出した人類の悲しい変種かもしれんな。やったわカミーユ君、これで。アーガマに帰ろう、ファーの声が聞きたい。ジオング、ゼータガンダムともにブレイクアウト。このミッションのブレイク修正を確認した。なんだかすごいミッションだったね。ラプラスの箱の中にジオングが入ってたってことじゃないでしょうね。もうそれでいい気がしてきた。大丈夫、俺はこんくらいじゃくたばらねえよ。ふう、随分と紐付けが濃いミッションだったね。宇宙世紀において非凡なるニュータイプと呼ばれた神指弾の力と言っていいだろうな。でも少し違和感があるのがガンダムマイスターね。純粋なるイノベーターへと覚醒した初の人類、刹那 F ・セイエイか。彼が乗っていたのは GN ドライブを2機積んでるっていうダブルオーライザー。うん、ツインドライブによって刹那君を純粋種に革新させたね。でも彼は宇宙世紀の歴史とは無関係でしょ。ニュータイプとイノベーターに関連性があるとしてもそれだけなのかしら。管理システム、コードマクスウェルズによるものかもしれん。何かのデータを取ろうとした。ブレイク現象の紐づきとして考えられるのが能量支配を伝播する革新者イノベーター。
そしてニュータイプ、宇宙に適応進化した新人類。イノベーターは能量子波で人間の感情や思考を相互に理解できて、ニュータイプは誤解なく物事を理解する力。人間同士が分かり合う、シロー天田少尉も言っていた、敵味方でも分かり合えるんだって。それがキーワードか。だがマクスウェルズはその紐づきから何を得る？人間同士が分かり合うこと。でも管理システムが AI な以上、そもそも人間同士という前提が成り立たない。人間とそれ以外のものが分かり合うというなら辻褄が合うけど。ここがソレスタルビーイング号。ガンダムマイスターの戦いを見届けよう。バランシス、バックアップは任せてください。未来はまだ定まっていない。行くぞ。ギャラルホルンの真理はここだ。みんなバイルの元へ集え。マクギリス住所、ガンダムマイスターだったの？確実に違う。そしてガンダムバエルと共に敵前から退いた今、もう準将でもない。そうか、あのガンダムスレイ、間違いないガンダムバエルだ。マクギリス元準将、こちら結果団です。アリアンロッド艦隊までの道中支援します。ここまでよく私についてきてくれた。栄誉栄達は思いのままだぞ。でもここにギャラルホルンはいないんです。まずは私たちの協力体制を。鉄火団がいるのであれば無様には戦えない。アグニカ・カイエルの意志は常に我々と共にある。伝説のガンダムフレーム、ガンダムマイスターの戦い見届けます。だからマイスターじゃないって。だが特別なガンダムであることに間違いはない。おそらくブレイク現象の鍵も握っている。何が起こるかわからない。小隊長、気を抜かないこと。ガトリングで一掃します。動きだけでも止められれば、まだここならこれはどうだ。逃がさない。私のガラッゾでバラバラにしてあげる。イノベーター、ここで戦士の相手。行け潰せ。アレリアハプティズム、目標を迎撃する。人間ってほんとバカみたい。私たちにかなうはずないのにさ。その身で分かせるしかない。いや、僕の動きが読まれているのか。まずい。私たちこそ人類を滑る超越者なんだから。あんたたちは人間は私たちの思い通りに動いてればいいのよ。分かり合うためにはみんなが同じ高さにいなくちゃダメなんだ。それなのに、イノベーターと分かり合うなんて。どうなの、心を通わせようとしたガンダムマイスターは。フォレスタルビーイングなんて消えちゃえばいいのさ。僕らは戦うことしかできない。でも平和のためにその力が使えるなら。敵の損傷率も高いよ。気持ちを強く持って。本物の強く、今度こそ決着をつける。僕たちの手で。やだ、助けてリバース。
これで静止通りに撃破。アリオスガンダム、トレミーに帰還を。刹那 F 精鋭の剣は我々に任せてもらいたい。アリオス、祈祷します。最後もう一人パイロットがいたような。ああ、見事な戦いだったですよね。ってこの人は当然のようにまだいるけど。正面高台に敵の待ち伏せ。ジャンプ&ブーストで飛び移ろう。一度下に降りるのも手だが、どちらにせよ戦局の糧になってもらおう。了解です。って相手は見慣れたジオン軍。急に宇宙世紀のブレイク現象が割り込んできてる。近くに反応があるかも。ガンダムマイスターたちのこともあるのにまだ何か起こるっていうの。我々はもっと対局を見る必要がある。こっちじゃないよ小隊長さん。何かはあるんじゃないの。もともとこのミッションにあったブレイク反応とは違うんだよね。宇宙世紀のブレイク現象に近い反応だ。調べてみる必要はあるだろう。ギラが、私だけで掃除してやるよ。おい、ギラドーが。ムズンシュナイダー少尉さん、ネオジオンのエースパイロットで。いい気になって。何様のつもりだ。まずはこの地でバエルの意向を示す。何なんだ、直撃を受けたのか。よし、ブレイクアウト成功だよ。これでしばらくはおとなしくなるだろう。我々は本来のブレイク修正に戻らねばな。ええ、ガンダムマイスターたちのところへ。この舞台を飾る花火、リボンズにも気に入ってもらえたかな。イノベーターのリバイブリバイバル。ということは、お前たちを放っておくわけねえだろ。光線型のケルビムガンダム、ガンダムマイスターロックオンストラトスか。でもこのタイミング、ケルビムはアルゲーガンダムと。今こそ宣言の時。もうすぐ世界が変わる。君たちはもう十分に役目を果たしたんだ。貴様みたいな奴が。兄さんたちは。そうか、ロックオンさんと4年前に戦死した彼は。予想以上か。君たちにできて僕にできないものはないのさ。てめえが万能だとは思えないがな。まずいね。まったく、アニューはこんな男のどこを好いたんだ。女なんかに作るから情に流されたりする。貴様。あ、イノベーターと分かり合おうとしたガンダムマイスターって。そう、だけどそれは果たせなかった。アニューリターナ、ソレスタルビーイングに送り込まれていたイノベーターのスパイ。イノベーター、許してはおかねえ。俺はロックオンストラトスとしてこの世界と向き合う。たとえ世界から疎まれようと、その罰が下さ。バカ。これがソレスタルビーイングだ、アニュー。ケルディムガンダム、一度トレミーに帰還を。よろしく頼むよ、可愛い戦友殿。了解です。あとはティエリア君とセツナ君ね。しかしやはりガンダムバエルはブレイクアウトされんか。バエルに関わるブレイク現象があるはず。マクギリスさん、引き続き同行を。ああ、そのつもりだ。そのための荒屋敷。 DO がブレイクイン。あれ、逃がさないで、追いかけるの。追えばよかったと後悔するくらいなら。過去に何かあったのかね、レディー・ユン。そこだ。まだか。枕へ。見えている、直撃させる。そこ。ザッ。ああ、バカだ。わあ、キャラルホルンのモビルスーツ。
いかんな。ここに来てポストディザスター時代のレベル数値。じゃあこの先にいるのはかわせるか。ガエリオン・ボードウィンはここに宣言する。逆賊マクギリス・ファリドを撃った。ほう、見ろ、お前が殺した、お前を殺した男だ。ガンダム・キマリス・ビラール、ガエリオン・ボードウィン特務監査官。お前では勝てんよ、ガエリオン。力を貸してくれ、アイ。この手で奴を撃つために。自分をギャラルホルンを正しい方向に導くためにはお前とアインが必要だった。マクギリス、お前はギャラルホルンを陥れる手段としてアインを、アイン、わかるだろう、ガエリオン。行け、続け。この戦いはアインのためでもあり。マクギリスさん、好みでわかるしかない。本当に一人で敵の総司令官を、ギャラルホルンを追われた俺が一人で葬る、その行為が世界を変える。ヴァイルを操る者こそが唯一絶対の力を持ち、その頂点に立つはずだ。アイン、俺の全てを使ってマクギリスの全てを奪ってくれ。そうだ、ガエリ、もっとお前の力を見せろ。お前が力を見せることで俺の正しさはさらに証明する。これがお前の信じる力か、マクギリス。こんなものが、あと少しで俺が目指した世界の扉がもうすぐ開かれるのだ。ガンダムフレーム、容器ともブレイクアウト。そしてセツナ君たちガンダムマイスターの決着はトゥルーミッションになりそうね。今回は結果的にポストディザスターの歴史修正の足がかりになった。結果だの？そう、マクギリス・ファリド事件のね。お疲れ様です、ありがとうございました。ブレイク修正の成功確認。これでポストディザスターの歴史が正しい流れに戻るはず。鉄火団、決して散らない鉄道班。これでガンダムバイルがピンチの鉄火団を助けに来てくれるってわけね。レディーユノ、残念だがそうはならない。え、ちゃんとブレイクアウトさせたじゃない。生死において逆賊マクギリス・ファリドはアリアン・ロッド艦隊に短期で挑み、今度こそガエリオ・ボードウィンに撃たれる。さっきの戦いは本来はトゥルーミッションで行われるべきものだったんだよ。あの後ガンダム・キマリス・ビダールが勝つ。じゃあ鉄火団への攻撃は中止になるんじゃない？アリアン・ロッド艦隊の攻撃は止まらない。目的は革命軍の殲滅。そんなのただのいけねえじゃない。戦いはそこまで行き着いてしまった。